ロバート・サミュエル・ロブ・ホールディングはイングランド・グレーター・マンチェスター・テームサイド出身のプロサッカー選手。アーセナル FC 所属。ポジションはディフェンダー。7歳の時にボルトン・ワンダラーズ FC の下部組織でプレーを始めた。2015年3月、フットボールリーグ2のベリー FC にレンタル移籍。4月3日のケンブリッジ・ユナイテッド FC 戦でプロデビュー。 ボルトン復帰後、8月11日のフットボールリーグカップバートンアルビオン FC 戦でトップチームデビュー。2016年1月23日のミルトン・キーンズ・ドンズ・ FC 戦でプロ初ゴール。2015から16シーズン終了後、クラブの最優秀若手選手に選ばれた。しかしチームはフットボールリーグチャンピオンシップを再開で終え、23年ぶりと、 なるサンブリーグ降格が決定した。2016年7月22日、アーセナル FC に移籍。ペアメルテザッカーとガブリエウ・パウリスタの負傷に伴い、2016-17シーズン開幕戦のリバプール FC 戦に出場した。2018から19シーズンは、ウナイ・エメリ監督が就任しスリーバックを使用したことで、負傷中のローラン・コシールニーに代わって、出場機会を得て、 アーセナルの次世代の DF リーダーと呼ばれた。しかし12月5日のマンチェスターユナイテッド FC 戦で全十字陣体を断裂し離脱した。2021年1月12日、アーセナルは2024年までの契約延長とさらに1年の延長オプション付きで新契約を締結したことを発表した。2016年5月15日、負傷離脱したブレンダン・ギャロウェイに代わり、 トゥーロン国際大会に参加する U21 イングランド代表に招集されたホールディングは2試合に出場した。ありがとうございます。